Let's go。 はい、今回はより使える筋肉にしていくにはどうすればいいのか。せっかくまあ鍛えて筋肉も大きくなって強い力を発揮することができるようになってきた。でそれをさらにまあ自分のやってる競技だったり、まあ、肉体労働の仕事だったり、そういったところでしっかり活かしていきたい。で当然目的によって違ってくるので、まずは筋肥大の方を優先したい、そういった人は筋肥大の方のトレーニングを先に行って、まあ、その後に、まあ、これから紹介していきますけど、まあ、様々なものに活かせるようなトレーニング、これをやっていく必要があって、そしてまずはしっかりこう動きの中で使えるような体作りをして、まあ、付加価値的に筋肉がついてくればいいなっていう人は筋肥大に特化したトレーニングは後回しにして大丈夫です。で今日は大胸筋編ということでやっていくんですけど、まあ、胸の筋肉もね、様々な動きの時に使うようになるんですけど、まあ、相手を押すだったり自分の体を押し上げたり、ひたすらこうね、このコンテナにこう押し込んでいったりしないといけないような時とかでもあらゆるところで使うんですけど、当然胸の筋肉だけを働かせたのでは腹筋が働いてないとこう押す力に負けてしまうので、しっかり足、腹筋、そして大胸筋としっかり体全体の力の中で補助として働くようにしていかなければならない。だからまあマシンを使ったトレーニングなんかは非常にね、筋肥大の特化に適した、基本的にこう全部体幹が支えられた状態で胸だけを働かせるような動きになってくるんで、なかなかこうコアが働かない。やっぱり一番大事なのがこの下半身と上半身を連結させているこの股関節中心部分であるコア、武道でいうところの丹田ですね、このへその下、ここが全てにおいて重要になってくるんで、足やコアがしっかり働いた上でこの大胸筋もこうバッ活かせるようにしていく、まあ、そういったことに役立つ仕事をちょっと紹介していきます。まずは重たいボールを前方に投げます。この時大胸筋しか働かせないようにやるとあまり飛ばない。なのでしっかり足、コア、連動性を使ってより多くの筋肉、関節を動員して行うようにします。そういうことでスピード、飛距離、そしてさらには威力までしっかり伸ばすことができます。次両手でやると大胸筋しか使ってないとなかなか遠くまで飛ばすのは難しい。しっかり全身の筋肉を働かせながら大胸筋も駆使して、こうすることでまあ発揮できる力が何倍にも膨れ上がることになります。だからまあ前も言いましたけど、筋肥大の時はなるべく効率の悪い動き、一つの関節だけを動かすような効率の悪い動きが求められて、まあ、強い力を発揮できるようになるけども、こう全身が連動しない。ただ日常生活だったりスポーツだったり肉体労働だったりで求められるのはやっぱり全身を使った効率の良い動き、そういったものが求められます。だからまあプッシュアップなんかも非常に効果的な種目で、自分自身の体重を体をコントロールすることにも役に立つんですけど、常にこうコア、腰が落ちてこないようにしっかりグッとコアが働いた状態になるので、まあ腕立て伏せでなるべく筋肥大を起こしたい人はこうゆっくりしっかり効かしながら大胸筋に意識を集めて行っていく必要があるんですけど、よりそれをスポーツなどで活かす場合はなるべく早い筋収縮、爆発的な動作ですね。こういったことが求められる。まあ初心者の方はね、まずは腕立て伏せになれるところからできるようになってきたら、自分の目的に合わせて効かしながら胸を大きくしたい人はゆっくり大胸筋に意識を集めて、出力の強化や、まあ、力強さですね、そういったものを求める場合はできるだけ爆発的に自分の体を、持ち上げるようにしてください。さらに筋持久力まで求める人はね、結構もう数多くレップスウォークやって大丈夫です。20回30回と、まあ、ひたすら何かをこう押し続けないといけない仕事の人はねしっかり数も多くこなしていきましょう。さらにこう安定性能まで鍛えたい人はこういうね、バランスボールを使ったプッシュアップなども非常に効果的です。
定しないものを使ってしっかり安定させて、行うと非常に効果的です。まあ、格闘技だったり武道だったりこう動く相手を抑えなきゃいけない時とか、そういった時にも非常に働く筋肉ですね。まあ、ベンチプレスなんかで言えばしっかり筋肥大を促す場合はネガティブもしっかり効かせながら、できるだけ大胸筋のみを意識して行っていくのが効果的なんですけど、より大胸筋を生かしたトレーニングをする場合には爆発的な動作で素早い力の発揮、やっぱりいかに素早く力を伝えるか、安定供給できるかが重要になってくるので、爆発的なベンチプレスも行っていく必要があります。で、最初に取り入れる場合はもちろんある程度の重量を扱って大丈夫なんですけど、まあ、大体マックスの 50% から 60%、70% くらいまでですかね。ただ優先順位が筋肥大で、先に筋肥大のトレーニングを終えてから行う場合、その場合はもっと軽く、あと筋持久力を向上させるためにこうレップスも多くやる場合はもう 30% から 50% の間ぐらいで行うようにしてください。もうね、かなり筋肥大のトレーニング終わった後っていうのは非常に疲労した状態になっているので、まあ逆もまたしっかりなんですけど、先に神経系だったり連動性能を上げるようなトレーニングをして、あとで筋肥大を行う場合はどうしても力の発揮が落ちてしまうので、しっかり自分の優先順位をつけてトレーニングを行うようにしてください。まあ、通常のベンチプレスだったりインクラインベンチ、そしてダンベルフライなども非常に効果的に大胸筋を大きくすることに役に立ちます。で、当然爆発的な動作で行うときはこうお尻がグッと上がっても大丈夫です。しっかりより多くの筋肉を使ってあげれるようにしてください。あと、まあ自分がよくやるおすすめとしては、ベンチに上背部を乗せて、まあ、僧帽筋上部ぐらいですかね、を乗せて、しっかりお尻が落ちないように自分の体でベンチを作るようなイメージで、お尻の筋肉を働かせたままのダンベルプレスですね。これも非常に効果的に鍛えることができます。あと、まあフロアプレスなんかも非常におすすめですね。完全にゼロのところから力を入れなければならないので、まあ以前ショートでも紹介したあの上に乗られてこう押さえ込まれてるところからバーンと力全部跳ね飛ばす、そういった時にも役に立つ練習になるので、まあ、しっかりね、自分の目的に合わせてトレーニングを取捨選択できるようにしておいてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。